オールドワールドロムマッキントッシュコンピュータで使用されているマッキントッシュツールボックスロムクリップを使用するモデルで通常ソケットに入っている。iMac までのすべての Mac はオールドワールドロムを使用していて iMac 以降のすべてのモデルはニューワールドロムマシーンである。一般に使用されるオールドワールドデザインは一般的には初代の PCI バスのベージュパワーマックスを表す。 だけでなく、モトローラ68000搭載の MAX も含む。しかしながらツールボックスは3機種で全く同様に動作する。すべてのパワーマッ m a x は m a c 6 8 k エミュレータを備えることにより 68LC040 コアのソフトを内部のナノカーネルで作動させることができる。このナノカーネル、エミュレータは起動時にツールボックスと組み合わせて使用することで同様に、 サポートアプリケーションも使用できる。68キロ機はツールボックスを直接ブートできる。すべてのオールドワールドローム機でツールボックスをロードして、以降のブート手順は同じである。ツールボックスはメモリー試験を行う。ありがとうございます。